以下発表事項が2点ございます。まず1点目の令和3年中の千葉市コマナという今年の千葉はここに注目ということですけれども、まず1月に、昨日式典をさせていただきましたが、市政100周年千葉市が迎えたと、それからあなたが使える制度知らせサービス昨年末にスタートさせていただきましたけれども、これが対象されます。また千葉市市の資料の方面の近現代の観光、そして2月に入りまして、オープンボッチャ大学、この辺りは緊急事態宣言などに極めながら検査している高度投資の状況を考えます。3月に、車椅子バスケットボールの全国選抜、また同じく3月に柏千葉公園選挙も完走、同じく3月に千葉県知事選挙、また千葉市長選挙も予定をされております。4月に入りまして、自転車を活用したマジックリ条例の一部改定、これの施行になります。そして、同じく4月に市場台未来小学校、大宮小学校、高津中学校、いずれも東方校になります。そして市場台若葉小学校が移転いたします。また同じく4月にギガスクールコースの実現、一人一台的支援による本格的な授業が始まります。また市の施設関係では緑消防署霞ヶ丘出張所に来るような感じになります。また同じく4月に動物公園に島馬山嵐の展示場がオープンいたします。これによりまして平原ゾーンが全面オープンをしています。春以降になりますが、稲城海浜公園のリニューアル、民間活用の導入によりまして、バーベキュー場プールのリニューアル、組合のリニューアルで機能整備などが行われています。次のページいただいて、5月に香取海塚の縄文春祭り、6月になりましたら大川蓮祭り、そして7月から8月にかけて、東京2020オリンピック・パラリンピックに合わせまして、聖火リレーなどが行われています。またこの時期に合わせまして、千の藩芸術祭、これももともと去年オリパラに合わせて実施する予定だったものをオリパラの延期に伴って合わせて延期をしている、これが開催をされます。また千葉町博ということで、100周年の記念事業の中で、市民の皆様方にマジックについて考えていただく、そうしたきっかけ作りとして行われます。また8月になりますと第3回千葉ロジサミットが開催され、また親子さんに集まって第46回目が開催をされます。そして9月に入りますと、昨年開催いたしましたジャパンビーチ名物フェスティバル千葉2021の開催、そして千葉市民災害対応強化キャンペーンということで、2019年一昨年の相次ぐ災害を受けて、私たちが再燃テーマで進めておりますが、それに関する一連の取り組みが行われます。10月になりますと、白砂の浜に生まれ変わった稲城の浜を舞台に千葉市トライアスロン大会が開催をされます。11月になりますとパラスポーツフェスタ千葉2021ということで、パラリンピック終了後もパラスポーツに力を入れていく、こうした千葉市の取り組みとして引き続き開催をいたします。12月になりますと、一旦、前回中止になりましたサンスポ千葉マリンマラソンが開催され、12月に千葉市歴史ロックの完走、現時点で予定をされている今年令和3年の出来事についてお伝えをさせていただきました。2つ目の発表事項が、新たに区役所窓口の混雑状況配信サービス等の開始であります。行かなくていい、待たなくていい市役所を作るために我々取り組んでいただきましたが、混雑状況を手元で確認し呼び出し順を調べる、そうしたサービスになります。収支経費ですけれども、先ほど申し上げたとおり、我々千葉市チェンジ宣言というのを昨年の3月末に出しておりまして、コロナ禍を契機に社会全体を変えていく、一つのきっかけとして、私たちは行かなくてもいい、待たなくてもいい、そうした役所を作っていく、そうした中で、昨年、YouTube の配信を使ってですね、街状況などを配信しておりましたけれども、これを改めてシステムを導入してですね、令和2年の4月から市民総合窓口課の呼び出し番号を設けたのは、さらに感染拡大防止策として新たに窓口の混雑状況配信サービスを開始するものであります。
3月からは、それぞれの方々の呼び出し順が近づいた際に、プッシュで通知するサービスも開始いたします。でこれによって混雑を避けて窓口にお越しいただくことができるほか、ご自分の呼び出し順が近づくまで別の場所でお待ちいただくことができるなど、混雑の緩和につながります。内容ですけれども、1月に開始をいたしますのがこの混雑状況配信サービスということで、パソコンやスマホから、待ち人数、待ち時間、呼び出し中の番号などをリアルタイムで確認することができます。で裏側のページで呼び出し番号、通知サービス、これが3月に開始でありまして、受付番号をこの紙に印字されている QR コードから登録をしていただくことで、ご自分の呼び出し順が近づくと、メールまたは専用の LINE アカウントに合わせて通知をするというものになります。混雑状況配信サービスが1月12日、そして呼び出し番号通知サービスが3月1日の予定であります。これからもですね、このコロナを契機に私たちは少しでも役所のですね、手続きを改善したい、もしくは市民の皆様方に時間を返す行革という窓口会場での積み重ねていきたいと思います。発表時間以上ですけれども、私がからお知らせが来ています。デジタルミュージアムの開催についてです。千葉市は1月22日から2月28日まで、美術館1階、サイアドホールにてデジタルミュージアム、デジタル運協力を開催をいたします。新型コロナウイルス感染症が拡大し、もしくは文化施設においても、新しい生活様式を踏まえた取り組みを行っていくため、デジタルと運協力をテーマに、より多くの方が安心して文化芸術を楽しめるようデジタルミュージアムを開催。サイアドホールにおいては、デジタル化した作品を活用して、体の動きによって絵画が動く仕掛け、空中映像を操作することで絵画の見どころが見られるなど、非接触でコンテンツが楽しめるほか、市外から東京オペラシティビルにあるウォーターコミュニケーションセンターの ICC シアターや、秋葉原の UDX のエントランスなどで、サイネージを使用した配信を行い、美術館に来館しなくても作品を見る機会を提供して、場所に限定されない鑑賞環境となるなど、本市の魅力ある文化力を市内、市内外問わず広く発信をしています。私から以上です。それでは杉尾党に入ります。記者から質問をお願いします。日経新聞の出口です。新型コロナ関連なんですけれども、昨日緊急事態宣言の発生が出る見通しになりまして、千葉県でも近く飲食店の午後8時以降の営業自粛を求めるというような話がありましたが、会社の中で今足元での市内ですとか県内の感染状況とどうご覧になってますかというところとですね、あと県の一連の対策というのは今どういうふうに受け止めていらっしゃいますでしょうか。はい、今の現下の感染状況については、12月末の見解は同じでありまして、非常に急増をしておりますし、入院待機者も千葉市も含め全体的に増えている状況でありますので、病床に余裕がなくなっているというのは間違いないというふうに思っています。そういう意味では、今まで以上に実効性のある強い対策が求められているのは、これは間違いないと思いますので、千葉県が今実証されようとしている飲食店の避難措置を含めて、できる限りそれが実効性を伴うように、市としてもしっかり連携をしていきたいと思いますし、千葉市として、飲食店も含めて、ご苦労されている方々がたくさんいますので、しっかり支援をしていきたい、もしくは、デリバリー、テイクアウトなど、そうしたものに提供できるように支援していきたい。昨年の4月の時の要請と違って、少し今回飲食店に絞ってというお話なんですけど、そこについてはどういうふうに思いますか。そうですね、今、国の その宣言の方ですの話ですね。含めてですけど。あ、県も含めてですか。そうですね。県はまず、ご自身でできることということで、避難要請されている。国が進めようとされている緊急事態宣言を含めて、非常に飲食店に限定をした形になっています。我々も会食のリスクというのをずっと市民の中でお伝えをして、感染防止対策を呼びかけてまいりましたので、飲食店に対するそうした措置というのは一定程度理解をしますけれども、非常に限定的だと。もともと冬ですから、感染が拡大しやすい状況が、
にあり、そして春と違って対象が限定をされている。そして市民の皆様方、国民の中にも、コロナに対するこれは正しい知識が得られたらゆえというところもありますけれども、過剰に反応することはおそらくないだろうと考えています。各同じような効果を期待するのは不可能だろうというふうに思っていて、しっかりとしたですね、まずは総理、政府、また県からも何を目指しているのか、これしっかりと伝えていかなければ、そこの目標点ですね、目標とするものをしっかり明示をしていただいて、首都圏の住民の皆さんが、一致団結してですね、そこに向かって協力し合えるように、リーダーシップを発揮していただきたいと。それでは次の三重新聞さん、よろしくお願いします。今日の発表内容をちょっと話してお聞きしたいんですけど、1年の予定が発表されましたが、市長選挙が未定になっております。同日選にされると理解しておりますけれども、この緊急事態宣言再発令の、見込みなども踏まえてですね、何かその辞任されるタイミングに影響等々あるんでしょうか。はい、まず繰り返し申し上げてきた通り、このコロナ禍の中で、市民の皆さん方が東京に行く回数は一度にしたい、この考え方は変わっていません。当然ながら、ここで節減される金額や、もしくはコロナ対応等で把握している職員の稼働を低減するためにも、ダブル選挙にするというこの目的に関しては、これは変わらないと思います。しかしながら緊急事態宣言が発令されていく中で、私自身の辞職時期が一番どの時期が市民にとって、社会にとって一番責任を持てるのかということについては、しっかり国の動きなどを見極めながら最終的に判断していきたいというふうに思います。はい、ありがとうございます。あとちょっとすみません、細かいところになりますけど、混雑状況 の配信サービスなんですけれども、これは要はその例えばその AI カメラでなんか混雑状況をこう判断しながら配信とか、そういうものではなくて、要は待ち人数のお知らせみたいなイメージで。なので、結果的に混雑状況も分かる、どれくらいの人が待っている状況かというのが含めて分かる。はい、ありがとうございます。あともう一つ、この、デジタル QA なんですけれども、コロナ禍でも全コンテンツ非接触で安心して楽しめるとあるんですけど、考えてみれば普通の絵というのも、普通に非接触で鑑賞できるわけですけど、これはおそらくその操作系のものが多分非接触になっているということなんですよね。あとそのデジタルのメリットっていうのがその、アーカイブとかだったらその、保存とか意味が分かるんですけども、今回はそのデジタル化のメリットっていうのはどういうところにあるのか、ちょっと強調していただければ。文化振興課でございます。作品につきましては、今おっしゃる通り、現状についてはデジタルで配信しているものをご覧いただく形になっておりまして、メリットにつきましてはですね、従来の展示室ではないところでも鑑賞できるというところと、場所にとらわれず非接触を基本としました鑑賞スタイルという点でございます。以上でございます。サイネージ配信をなんか書いてらっしゃいます。これはなんか具体的になんかどういうところで出すとか、これが書いてあるところはもう決まっているところということですけど、東京オペラシティビルとか、秋葉原は UDX とか書いてありますけども、これでも配信が決まっているところですかね。はい、もうお尋ねいただいた点につきましては、配信が決まっているところでございます。以上です。じゃあ詳細は後ほどまた担当者の記者からありがとうございます。以上です。それでは、ここにご質問がある方、いかがでしょうか。京都市の風です。今年もよろしくお願いします。緊急事態宣言に絡んでですね、要請に従う場合 の罰則についても国の方で議論されるというふうな話になっていますが、先ほど市長がおっしゃったような実効性に伴うというそういうふうにかかってくると思うんですけども、市長のご意見としてその罰則をつけるということに関してはどういうふうにお考えでしょうか。はい、私はもう当初より、その罰則付きの体制をしておくべきだという立場です。それを発動するに関しては相当な慎重な運用が求められると思いますが、最悪の事態を想
定して、こうした措置ができるように用意をしておくということが大事です。ですから改正をしたからといって、それがすぐにこの今の千葉、日本のこの千葉の状況の中で、バス付きの宣言等措置が必要かどうかというのは、これは置いといて、いずれにしてもそういう措置ができるようにしておくということ自体、必要です。それはもうずっと当初から私は申し上げています。ありがとうございます。あともう一つ、昨日の総理の会見でもあったんですが、ワクチン接種の時期に関して、早期に前出しできるように準備を進めているというお話がありました。他の自治体を見ると、準備チームを作ったりですとか、もうすでに予算組んだりとか、そういう自治体もあるんですけども、千葉市の方はワクチン接種に関してどういうふうな準備状況を進められているんでしょうか。はい、我々も特別な体制 で、このワクチン接種について臨んでいくという考え方です。何かご質問ある？医療衛生部です。ワクチン接種についてはですね、同じ、組織にはなってしまうんですけど、ワクチンに、集中して取り組むチームということで、分離してですね、チームを作って今そこで、あと中身をどうしようと、いつから接種に向けて準備しに取り組んでいると思います。以上です。そのワクチン接種に絡んで、一部 の意見として、昨年 の1人10万円の特例給付金のような事務作業に関してですね、多分接種券の配布とかそういうものに関して自治体側の事務作業は給付金と同様にかなり煩雑、膨大なものになるんじゃないかというふうに意見もあるんですけども、市長のお考えとして、そのワクチン接種に関するその自治体側の事務作業の負担というのはどういうふうにお考えでしょうか。いや、これはもうかなり重いというふうに思います。我々もですので、指定都市市長会などを通して、国に適切な支援、措置を我々としてはしっかり取り組みたい。一方で、とにかく我々は我々でできる最善の努力を、このワクチン接種についてはしていきたいと思っておりますので、接種を望む方が、いずれにしても早く接種を受けられるように、私として全力でございます。ありがとうございます。以上です。他に質問はいかがでしょうか。朝日新聞の本田です。飲食店に対する協力金についてなんですけれども、市長がツイッターでですね、売上に基づく補填制度を県に求めているというふうに書かれていました。これ最近の要項の立て付けとしては前年売上の何パーセントぐらいとか、そういうような協力金の補填の仕方がいいんじゃないかと、そういった内容でしょうか。売上の何パーセントというところまで。もう家計に対しては一律の給付ではなくて、そうした売り上げに応じた形の本質補填的な支援制度に構築した方がいいのではないかという意見を千葉市の意見として出していただきます。それは具体的にどうしてそういった問題意識を持たれたのかということと、あといつ頃に応募したのかということですか。はい、飲食店といっても当然ながら規模はもう全く違いますので、多くの従業員に抱えられている大きなお店に関してはですね、結果的に今の協力金では十分ではない、増額されたとしても十分ではない、結果的に働いている方々が非常に不安定な状況になりますので、実態に応じたですね、支援を行っていくことが妥当だというふうに考えています。我々の意見はですね、今県が時間もまさに途中も検討していく中で、この県内市町村に対して、何か意見がありますかと紹介をいただいたときに、我々の千葉市の意見として出させていただきます。具体的に何かこう千葉市内の飲食店などでそういった資産を、そういった補填制度を導入した場合に、どれぐらいの金額がかかるか、そういった資産みたいな資産をというわけではもちろんありませんけれども、一律に、定常するように、税の有効活用、事実に実効性のある支援、施行平な支援制度として、検討されていくかというふうに思います。ありがとうございます。続けて恐縮なんですけれども、千葉市は明日が学校のスタートになるかと思うんですけれども、ちょっとここは市教委さんの部分かもしれないんですが、緊急事態宣言などの話もある中で、分散授業をそういったことについて何か質問を考えたり、はい、教育委員会とも話を
パターンとしてまいりましたけれども、まあ、その辺私たちも教育委員会も学校もこうした分散授業等については現時点で考えていません。通常授業を実施する、ただし部活動も含めた、まあ、そうした諸活動については一部この現下の状況を考えた上で一部遊びやめたり延長したりという対応をしていきたいというふうに思います。